3番勝又、5番の鈴木博人、そして6番の小林悟、中段で動いた7番の前島恭平、北日本勢を抑えて先頭に立ちまして、3番の勝又の上昇待ちといったところでしょうか。ジャン周回2コーナーからバックストレッチへ入ります。勝又が前を叩いて先行体制に入るか、勝又、鈴木博人、6番小林悟の順で残り1周半切りました。そして4番手中段キープは前島恭平、本田拓也の新越ラインです。前受け引いて6番手4番の緑川周平、今日は巻き返しの勝負になっています。逃げる3番勝又亮、勝又の最終選考、番手5番の鈴木博人、さあ久々に結果を残すには絶好の舞台設定となった5番の鈴木博人、そして4番手変わらず7番前島恭平です。6番手でまくり上げる4番緑川周平、1番の浦崎がついてきまして、さあ最終バック、逃げる3番の勝又ちょっといっぱいか、5番の鈴木博人も牽制しましたが乗り越えたのは緑川、内をついた6番の小林悟と、あるいは2番本田拓也も追い込んで2着争い、さらに7番の前島を圏内か、緑川周平ゴール、4番の緑川周平勝ちました。